あれは冷蔵庫の中で保管するから外には出ないんでしょ。そうですね、あの、まあ、出るときは搬入のときだけですね。その時だけでしょ、はい、その時は凍ってるんでしょ。そうですね、だから匂いは出ないんでしょ。そうですね、そういうことちゃんと言わないと、はい、そういうことです、はい、すい、私が言おうとすると渡辺さんはお前黙ってる。僕は説明不足です。はい、わかりました。はい、もしくは冷凍させるわけね、はい、冷蔵庫じゃなくて冷凍室なんですね、はい、要するにゴミを冷凍させるわけね、この残飯を。そうですね、はい、今回、まあ、あのそういう意見が出たんですね。冷凍させてれば、匂いは相当収まるよね。うん、